いやもうね、ブラボー、ブラボー、いやもうブラボー、ブラボー。いやでもあのウルパの意味は、すいません、いやもうね、じゃあの隣大事な会議してるんで、いやもうね関係ないよ、ブラボー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 でしょだって、ブラボーでしょ、ブラボー、ブラボー、帰ってください。USA 来てくなもんで。いいですよ。閉めろよ。はい、ということで日本代表死のグループリーグ突破しました。ありがとうございます。すごいよ。すごい。誰が予想した1位突破は誰が予想した。これはもうねすごいことなのよ。予想しましたよ1位突破を。まあ、一番現実見てたらサムライブルーカラーでしたね。負けないよ。サムライブルーカラーでしたね。何でお前なんで代表の家に来てんの。いやもう着るでしょ昨日からずっと来続けてる。いやすごいよ本当に。もうお腹いっぱいぐらいすごいことしてるよ、うん、実際。いやちょっと感動したなマジで。でもさそのまあその車の中でさ、うん、いやーこれきちんじゃーって言ってたけどさ、うん、いやおじさんは薄いとこ引けるよ。もうほんまにすごい。ガチですごいと思ったよ昨日は。もうポーチさんやばと思って。いややばいよ。もうドイツにもう勝って、スペインも勝っちゃうのみたいな。もうほんまにすげえ。スペインには勝ったことはちなみにあんの。ないよ両方。ないまず優勝国、優勝経験国に勝ったことがないから。ガチですごかった。しかもあの采配やばない。采配あの交代する人がどうしてるやん。いやほんまにすごい。しかも最後はあのちゃんとアルバとファティが入ってるのに富安選手を置いて、三笘も良かったよ。そこで封じるっていう。でも紙ブロックしてね。いや一回確かにあったから。それ止めれんだっていうの止めてたよね。で三笘選手はカルバーハルをもうおふざけるぶちんとあその選手にパス出しちゃってね。いやすごいよあれ。ブラボーだった。いやでもマジでヤバいよな。ブラボーだよ。いや俺ね長友選手がほんまにコスタリカ戦終わった後に俺マジでスペイン戦ブラボー行ったるかなみたいなツイートしてたの。あれかっこいいね。まあそうなの。言ってたこの人やっぱちょっと違うわと思って。俺普段あんまりリツイートしないんだけど、うん、リツイートしたな俺それ。ブラボー言うて、うん、もう試合後にだブラボーってツイートしてたね。ブラボーだけツイートしてた。誰に言うかなっていう最初振りを入れてからのもう、うんごついブラボーで。まあ、でも全国民分かってたけどな、うん、絶対大声来るぞ、うん、小さめでいいですか言ってたの、うん、あのブラボーやばい。これはもうクロアチアにもし勝ってもう一回聞きたい俺は。いやブラボー。いやでも全然あるよね。ある、うん、あるやっぱり今の日本のサッカー的にやっぱ相手にボール持たせた方がいい絶対に。でもコスタリカ戦なんかはその自分たちがボール持ってやられるよ。いやほんまそう、ほんまそう。ショートカンター。でもクロアチアもうめちゃくちゃ締めに来てる。だってもう2回やってるからね。やってるし、うん、やっぱドイツとスペインに勝ったってもう知ってるから、ね、めっちゃリスペクトしてくる。相当締めてあのもうめっちゃ締めてくるやろうな。やっぱ多少なんでもドイツもスペインもちょっと舐めてたのはあったんじゃない。あの、まあ、舐めてはと思う。そう、舐めてはないけど自然とね。そう、やっぱ出ちゃう。で、足元ちょっと救われたっていうのもあるけど。でも、ニュースでクロアチア戦の日本対クロアチアの試合のあの、勝率を AI が分析したのが出てた。みんな、いや、そう、俺が出てた番組。あ、そうそう。それ、そう日本の勝利、何パーだ、何パーだと思う。ゴゴスマなんすか。ゴゴスマってさ、お前全然出ねえなと思って。全然、いつ出んのか。出てました。ゴゴスマで出てる。日本の勝率、AI が分析した何パーだと思いますか。60。日本が勝率、60。なるほど。40。あいや、30。おぉ。37%。 33ぐらい。33か。まだ30スーパー。さすがにそうか。いや日本やな。あ勝ったわそれ。そこ引けばいい。それでしたか。そうそう。引けるの。引けるの。30%は引けだから。そのこういうカードがあったら、そう。そこ30だと高所引けるタイプの人。そうだよ。だから3つカードあって1個当たりで。そうなん。引けるから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 。ここまでじゃ。逆にあの3つあって2まであるときは逆に当たり前外れ引いちゃう。引けないの。
今んとこそうですから、そうだね、でやっぱヨーロッパ勢に強いですから今、まあ、うん、まあでもやっぱり、まあ、油断は良くない、いやほんまに、まあ、クロアチア強いです、まあ、ドイツとかスペインって比べたらちょっと落ちるかもしれんけど、やっぱ強いのには変わりないから、前回の MVP いますしね、そうやっぱ、はい、モドリッチですね、うまいもん、やっぱ37歳ですよ、いや、すごいすごいよ、モドリッチは疲れてきてるかもしれんしな、いや昨日のさ、三笘選手があの、まあなんか VR だったら、あ、正直だと思う、出たと思った、出たと思った、出てない、槙野くんが出てない言ってたから、うわぁ、本当でしょ、出てたみたいな、俺はマジで、うわぁ、出てそう、槙野くんがピッチにいたから、ピッチレベルで出てないって言ってたから、余裕で出てなかったんだろうなと思った、VR 見たら、あ、終わったと思って、クソギリやったよ、槙野くん、あれを肉眼で判断してるって、すごいよ、やばい、ないっす、マジVAR が長かったら絶対いいんだと思った。VAR 長かったら、ああ確かに、逆にもういいんだと思った、うん、ああ確かに確かに、アウトだったらすぐ分かる、確かに、あれすごいよ、もうあんぐらいです、もうかすってあなたがキックする選手権とか一緒ですよ、あれ取ってない審判も結構いるんですよ、そうですね、本当にボールが全部出て、これはあの線のとこって人工車だったらちょっともっこりするんよ、球体ってこうなってるからさ、そう、そのあの俺はこの部分を線にかぶせてるこの部分のこのここの先の部分だけが線にかぶせけばいいんなんですよね、置いたボールでお前そこまでするんだよ僕だ、ええ、それすごい角度がね、そんなことないですよ、この辺か角度がね、こだわってる、ありましたね、結構点入ってますか、結構点入ってますから、この中のウィナーズ、ウィナーズのね、はい、あの対戦の時です、あ、そうありましたね、それは俺のこだわりが出てるんですか今回のじゃだいぶ変わるネタの審判の審判はみんな、あ、そこちゃんと見ないといけないってなるから、ね、なってると思うわ、うん、ほんまに、いやあれマジで、すごかったな、いや、遠藤航選手の、激坂の方も見ました、田中碧選手のリードしたらね、俺に、あとは俺に任せろってシャッターですね、あんな黒なし出たもうシャッターが落ちる、もう大変ですよ、ほんま、有利がいましたね、有利ですね、後半 の、 あの吉田麻也選手の集中、あのアセンションのシュートは、いや、俺、え、あれ、これはビッグプレーでね、これはね、これはアウトで、そう、あれ、詰めてたよ、スペインの選手、それを一歩先、バーッ、次シュートになるんですよ、うん、ほんで、次は、ね、エンリケの娘と付き合ってフェラントレス、あ、そうなんそうだよ、それで、それ、槙野君が言って、ホントケースがちょっと怒って、そういう条件、そういう条件はやめてください、勝ってるのに。勝ってるんだよって言われて、あと権田選手がね、最大のピンチをキャッチした瞬間に吉田麻也選手はもう権田選手をこうもいや、あれはやられたと思った、やっぱ今の代表の強みはワンチームになってますよ、ワンチームやな、あれはワンチームやな、今のね、もう確かに喜んだね、そう、もうあれやばかったね、で、前田大然選手あんだけスプリントしてるんですよ、確かにボールはちょっと収まってなかったですね、で趣味での貢献度いいみたいな、チームのために走ったんだあれは、で見ました、あんだけ走って試合終わった瞬間またスプリント入れました、あのえあのあ残り込みね、いや違います、あのこフリが残りフリが鳴った瞬間のスプリントエグかった、はい、じゃあこの裏情報です、ワイドナイト選手スプリントエグかったスプリント回数61です1回目だ61回や、誰も追いつけない、いや、ね、マジで冷めないですよ、これはもう映像見るために鳥肌立ちますから、俺試合終わって3時間後ぐらい寝たの、サッカーいや寝てないですけど寝れんかった、俺も寝てないんですよ、アドレナリン寝れんくて、ほんまにずっと見せた、なぜか知んないけど俺だけ呼ばれるんですよ、いい子だよ、もう俺待って、俺なんか一瞬見てさ、なんかストーリーが読める、もう森安さーって終わりくらいだ、そう、もう誰だよ俺どっちを呼んでるかなって思って、そう、どっちを俺誰だよ、森安さーって俺誰だよって思って俺さ、俺どっち呼んでんだよと思って、あの監督の方が森安さーが、うん、結構森安さーって言われてるからさ、しかもあーって言ってた、横綱に関しては途中次男さんって言われてたから、見てえわそれ、次男さん、いいですね、次男さん後ろにいるの、うん、ゴゴスマ？ゴゴスマ。ゴゴスマも全部見てたよ。ずっとつけてた。ジランさんやつ言ってた。言ってた。大変やな。めちゃくちゃ面白かった。森さーんって言われて。怖いよ、ほんまに。今日マジ Vlog 撮ってくれよかった、マジで。確かに。8時から
もう寝てないから、ね、8時から目覚ましテレビ出てたから。あれ目覚ましテレビ、不祥事でやったの？いや、家でやった。あ、リモートで。あ、まだよかったな。でそのあ、そうやわ、お前なんか今度は次出たな。昼前からなんか他の取材も家で、ズームでやって。めちゃくちゃ大変やん。で、午後数の13時50分ぐらいが出て。いや、もう受けよ、全部。で、その後、あれでしょ、あの、アッコにお任せに俺出てきましたからね。え、そうなの？はい、ビデオ撮りで収録だけしてで、ああ、これやつ？いや、あ、そうそう、日曜日に配信される。で、クロアチアも、まあ、勝ってもらって、いや、もっと、もワールドカップバズりして、もう、いや、全然もう、バズってるの、昭和ですよ。昭和が違うよ。昭和が違うよ。これ、何も変わってないですよ。昭和は鬼バズりしてますよね。昭和すごいな。俺なんて、昭和ちゃん会った時なんて、1万人フォロワーでもうね、なんか、ありましたよって感じだったら、今勝利の女神ですよ、日本だけど13万人ファミオさんも当ててたな、ほんで確かに、ファミオも当ててたな日日つってファミオさんやばくない、あれいや楽しみですね、決勝とこれマジ楽しみやねもう結構もうお腹いっぱいになったけど、やっぱまだあるもんなすごいよななんか俺、喜び尽くしたと思っちゃったな、その正直ドイツだからもうなんかこれ以上の喜びこのまま負けていくんかなみたいな。いや、これ以上の喜びはないんかなと、あとちょっと慢心してしまった。このドイツに勝ったから、コスタリカに向かってグループリーグ突破できるって、勝手に思ってて、ちょっとコスタリカでグッとなってもらった。ちょっと下に。わざとかなドイツさん。なんか国民をこっくり。なんかいいだろ。どな勝てるのったら、全部自分で追い込みすぎる。そういうのではない。いや、よかったね。次はいつですか？もういいか火曜日の12日か月曜火曜の夜月曜の夜か5日後だから6日の夜てか過密日程すぎんかきついなんか4日えクロアチアはなんか5日クロアチアも終わってる一緒じゃないでも一緒かだって同じ日のあとだから4時間ぐらいアドバンテージあるんだ4時間さ4時間でかい4時間でかい4時間まあ引き続き応援していきましょう。ほんまに高野さん当たんじゃない俺 2-0 だと思ってベスト4俺ベスト4 4位ワンチャンいけんじゃねえでもだってドイツスペイン倒してるってもう決勝行ってるやろ思ったからねほんまに確かに俺1位突破ほんまさすがにないガチまあ2位突破で突破すると思ったけど1位とはさすがに思わんかった1位やで一時期意味わからん状態だったよドイツとコスタリカになってそのあの日本とコスタリカが上がるみたいなそうワーストそんなことされないみたいな対戦だねコスタリカドイツもね両方つけてたもんね両方つけてた瞬間逆にちょっと怖かったよねあれ一番良くない状況だったあれ引き分けでこれもしやられたらうわやばいと思ったら勝ちスペインコスタリカでもドイツが4点目取った後のロスタイム7分も俺めちゃくちゃ怖かったマジで怖かったでもあれ引き分けでもいけたよいや、ダメよ。で、勝ち点5あるね。いけるいけるいける。いける。引き分けはいける。だから2点入れるんかって。7分で見せて。あ、無理や、無理や。勝ち点4。無理や、無理や。勝ち点4。無理。4同士で並んで、ドイツが2点差以上。ドイツが2点差以上やったら。だからもう1点で局面が全部変わる状況になってそうだよ。ドイツの逆転がマジで1位か3位か。俺、来社やん。ドイツが2点差ついたって言って。うん。あ、じゃああれで引き分けてたら、ドイツが。得失点差だから、そうか、そうか。もう意味わからん状況だったし。やめてくれよ、思ってたよ、ドイツ。いや、一回見れたね。ナバスえげつない止めてましたけど。やばい、あったね。1対1。あ、1対1。横パス。もう、あれ、こう。あ、画面から最後、クロスに。顔面セーブ。顔面セーブしなきゃ無事だ。これ、やばい。あれはすごい。なんか、ワールドカップってすごいいいイベントだね。うん。やっぱ、そのリーグ戦と違ってさ、やっぱ国戦って大事よね。やっぱなんかもう意地があるよね、もう。一回一回決勝みたいな、ね、なんかあれでやってるからね国と国の戦いみたいなちょ、マジ次、マジ4年後マジ現地行こうアメリカアメリカ、カナダ、どこ行ってるアメリカ、メキシコの3大陸、多分マジアメリカ行こう行こう行ってもらおうその前で独当してもらおう行こう、33歳初めてのワールドカップ33やばいなワールドカップ見たことないから35ですジャイさんということで、クロアチアもね、最後、日本の皆さんで応援しましょう。ほんまに応援しよう。もう絶対応援ってパワーになってるから。ほんまに。歴史に。マジでパワーになってるから。はい。私も。